どうもー、大チャンネルご覧の皆さん、おかげさまで今日この動画が100回記念になりました。ありがとうございます。皆さんのお力のおかげです。応援のおかげです。感謝しています。こんな100回記念なので、何か無謀なことをやろうと。例えば皆さん、ラーメンが食べたくなって札幌に日帰りで行っちゃおうなんて無謀なことを、夢を見たことありませんか？それをやります。でも札幌ではなく函館に行ってきます。函館には北川大輔の後輩の元演歌歌手、兵庫健一くんがいます。で、彼は今 YouTube をやっておりまして、演歌男子シンという名前でチャンネル登録者数が今4万人を超えているという大活躍をしています。彼に会って話をし、そして彼と一緒にもしできれば一緒にコラボで歌でも歌って帰ってきたいなと思っています。さあ、今羽田空港にいます。これから出発します。行ってきます。元気が出る大チャンネル。それでは函館に行きます。さあ、羽田空港、これから飛行機で出発します。全日空とエアドゥの共同便だそうです。楽しみです。雲の上に来ています。雲の海、雲海です。神秘的です。下界は曇りでしたが、雲の上は晴れ。大チャンネル100回記念、最高の動画が撮れそうです。五稜郭でした。あとは僕と言いながら、後ろ姿で泣いてた日を思い出すだけ会いたくて、とても叶わできなかったよ。まもなく着陸です。北の大地の玄関口、函館です。今函館空港着陸します。無事に函館着きました。これから探索しながら行ってきます。気持ちがいいです。空気おいしい。北海道でっかいど大チャンネル。函館の路面電車です。五稜郭タワーの真下に来ました。今から展望台に登って五稜郭を覗きたいと思います。さあ、到着です。五稜郭です。終わりになっています。星形
昔はすごいものを作ったんですね。桜の景色が桜で満開になるそうですよ。感動です。かわいいですね。正面が函館山です。左の突端が立ち町岬、津軽海峡、奥には青森県です。曇っていなければケーブルカーが、そして100万ドルの夜景が待っています。函館ベイエリアですね。この辺港が見えます。おお、シースルー、目が回る。函館といえば土方歳三の最後松を送った町ですよね。かわいいキャラクター、土方くんです。木漏れ日が気持ちいいです。最高にいい天気です。函館といえばこのラッキーピエロ、ここが有名です。ハンバーガーかな。ファーストフード、店内で食べる人とテイクアウトとかいろいろあります。JR の函館駅です。新函館北斗駅が同じ函館本線の線上から向かうことができます。そしてあそこはかなり有名な朝市です。函館です。朝市に来ました。函館の有名な朝市です。すごい丼ぶり横丁と言って血圧が並んでいます。
館市内にあります北島三郎さんの記念館です。北島三郎さんは函館にゆかりがあり、ここはウィニングホールというホテルです。かわいい北島三郎さんです。おはようございます。北島三郎さんは本当に優しく心の広い温かい方です。この北海道知内町ですよね、ご出身で、函館西高校ご出身です。地元にお世話になります。お邪魔してます。今日の泊まりはラビスタです。こんな赤レンガ倉庫、函館山が目の前です。ガツがちょっと上がってきたのでてっぺんのこれが見えそうです。金森赤レンガ倉庫、歴史を感じさせます。いい雰囲気です。そして目の前は海です。この辺が函館のちょうどくびれた部分のど真ん中です。キュッと細くなってる函館の半島の部分です。漁船がたくさんあります。石畳です。あーなんかいいな、この時間幸せ。おカモメが鳴いてる。わあこれだ、こういう景色、見たかった景色はこれです。蓋の絡まる赤レンガの佇まいです。ビー、ああ気持ちがいい。さあ丸子の太鼓橋を渡り、この森レンガ倉庫、倉庫が赤レンガの倉庫がいくつもいくつも続いています。北の玄関口ですもんね、函館。いい雰囲気です。新旧船の入れ混じった感じが、そして異国情緒のこの感じがいいですね。金森はこの森というマークです。ビアホールとかいろいろあります。いただきます。それにしても自撮りって難しいなと思ってます。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。